内容になった、はい、アフタヌーンラジオ地上波ラジオにですが、はい、これはちょっとやっぱでも難しいよね言ってはみたけど ね、なんですが、うん、なんとですね、うん、今いらっしゃいます編集長と、うん、関さんのおかげでですね、はい、なんと実現、そうらしいですよ。そうなんです。すごい、はい、なんと放送はですね、はい、4月25日日曜日の25時から25時半、はい、文化放送の友和美希のラジオビッグバーン、はい、前回ゲストに来ていただいた長澤さんと関さんの、はい、番組ですね。出演コーナーは講談社コミックインフォメーション、はい、というコーナーになんと、そうなんですよ。今もういろいろ巡り巡って、うん、あのスポンサーさんが講談社さんになりまして、はい、はい、そうなんです。いろんなところをこう紆余曲折があって、そうなんです。もう10年になりますので、はい、それを講談社さんに拾っていただいて、うん、コーナーは今やってますので、うん、そこでぜひ、そこで夢をすごい、はい、叶える協力をさせていただきたいと。ありがとうございます。いいえ、とんでもございません。じゃあこれはあくっちゃんと編集長が、はい、はい、して、はい、行ってくれるということなので、はい、ぜひ皆さん25日、はい、ぜひぜひ来てくださいね。はい、ね、ぜひ、本当は番組的には井上さんにも来ていただきたかったんですけれども、はい。どうしてもね、ねえ、はい。いろいろきっと大人の事情があるから、お願いします。なんかみんな、笑ってごまかして。どうするあの、ぜひね、皆さんね、はい、聞いてくださいね。よろしくお願いします。というわけで、はい、皆さんいろいろなアイデアをありがとうございました。ありがとうございました。これからも、うん、アフタヌーン編集部は世界一を目指して頑張るんですよね、吉田さん。もちろんでございます。頑張ります。はい、はい、以上アフタヌーン世界一大作戦のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。アフタヌーン関連の情報をお届けします。はい、アフタヌーン KC 祭り2010、いよいよクライマックス。開催期間は3月31日まで。全国約500店舗の書店で催されてきたアフタヌーンコミックスの祭典も残りあとわずかになりました。アフタヌーン連載陣のサイン入り特大パネルや連載作品の第1話がぎっしり詰まった合計1000ページ超の激アツ立ち読み小雑誌があなたを楽しくお出迎え。期間中に祭り開催書店にてアフタヌーン本誌またはアフタヌーン KC をお買い上げの方に先着で差し上げている特製プレゼントも大好評。この機会を逃すと手に入らないスペシャルレアグッズなので今すぐ KC 祭り開催書店へ急ぎましょう。そしてここで3月23日発売のアフタヌーンの単行本のお知らせです。はぬき、鳩のお嫁さん第8巻、田中ゆき、妹デイズ第2巻、鶴大作、ナチュン第6巻、木村コン、カラン第4巻、和田より子、少年式少女第1巻、芦名の人志、新装版横浜買い出し機構第7巻、鹿島市京都女子柔道漫画あり、世界征服を企む沖縄海洋 SF あり、未体験の興奮がいっぱいのアフタヌーン KC、 必ず読みたい一冊が見つかります。年に一度の嬉しい祭典アフタヌーン KC 祭り2010は3月31日まで。祭り開催書店の情報など詳しいことはアフタヌーン祭り .jp にアクセスしてみてくださいね。以上インフォメーションコーナーでした。さて3ヶ月間にわたりお送りしてまいりました井上喜久子のアフタヌーンラジオ、そろそろお別れのお時間です。寂しい、寂しい、ね、寂しい。でもね、今日は最後に関君来てくれたので、とんでもない、もうねすごいビッグなゲストさんが、いえ全然です、ビッグな顔だけなんですけど、ビッグなのは、はい、多分第1回目からずっとねスケジュールをね、いえいえ聞いてたみたいで、そうですね、ありがとうございます関君にみたいなね感じで言ってたんだよ、ね、嬉しいです。どうでしたか、はい、あのいつものノリとはちょっと違うと思う。いやいやそんなことないです。なんか僕ラジオ、キッコさんのラジオに出してもらったのって初めてですかね。なんか私は行ったことある、ね、そうなんです、来ていただいたことはあるんですけど、なんかお招きいただいたことがなかったので初体験だったんですけど、すごい居心地がいいですね。なんか大丈夫、はい、その後は残せた、僕はもう残させてもらいましたし、なんかファンの子が、はい、
キコさんのこのフリートークとか好きなのがすごい分かりました、うん、なんか、とんでもないです。なんか癒されました。とんでもないです。ありがとうございます。可愛い方ですね。本当に何も出ませんよ。いやすごい先輩なのにね。先輩なのにそう可愛い方だなと思って分かんないですよ。ありがとうございます。そして編集長、はい、やっとのことで編集長も本当は第1回目に来てください、ね、おかせから始まりまして。すみません。でもいつも忙しいでしょう。とんでもないです。もう本当にね今回のラジオ、うん、本当にもうおよそ3ヶ月ぐらいですかね、うん、制作期間を含めると、はいはい、そうすると本当にねもう井上さんとあくちゃんにはもう何キャラクターやっていたんだとか。あでもそれも楽しかったね。楽しかったですもん。ね、漫画の声を持って、ね、関さんにもやっていただいた無限の順位ありましたけども、はい、本当にどれだけこう息をこうなんか、ね、持ってっていうのはすごく、ね、嬉しくてね。しかもなんかこんなに盛り上げていただきまして。そしてね編集長いらっしゃらない時も、うん、いつも編集部員の方が、はい、皆さん愛があってね、優しくこう一生懸命情熱を持って編集長いないところで、はい、査定に、あ、いやいや査定ボーナスに響きます、ね、もう本当にね、素敵なね現場をしてくださって、ね、はい、本当に私たちもやりやすかったですね。そうね、ありがたかったです。はい、というわけで、はい、最終回ですけどね、はい、またキーワードもね、あ、そうですね、最後にね、はい、ありますのでね、はい、前回ですね、うん、いろいろ募集存続してほしいみたいな、あ、そうですね、メールをまた最後にちょっとね、はいはい、じゃあですね、ちっちゃいってことは便利じゃねえさん、もう最終回なんて寂しくてたまりません、うん、宇宙愛生命体コピーさん、うん、最終回ということを知ってすごく寂しくていつか今までに配信されたアフタヌーンラジオを聞けなくなってしまうかもと思うとさらに寂しくなってしまって番組が続いてほしいです、うん、さらにこちらマルピさん、冗談でしょう、こんな楽しいラジオが終わってしまうなんて、うん、ぜひぜひこれからも続けてほしいですなどなど、こうやって存続ご希望のお便りがたくさん届いています。もう編集長これはもう続けるしかないんじゃないですか。本当にね、そうですよね、ありがたいですね。でもその皆さんの情熱をね、はい、そのまま本誌の方にそうです、こう本読みながらね、はい、ほとばしるファッションを、うん、そう注いでいただきたいですね思いながら読んでほしいですよね、はい、そしてこの後の ね毎回恒例のキーワード、ね、キーワードもありますしね、はい、こちらはあれですよね、今までいらっしゃったゲストの方と私とキッコさんのサイン色紙が、うん、おはい、当たる、うん、すごい豪華。そうです、キーワードを書いて送るとですね、そうでした、そうです、今までの、ね、ゲストさんにもみんなそうなんですよ、サインを書いていただいてたんで、はい、編集長のサインも入るわけですよね。今回 はきっと入りますよ。そうだ、今日ゲストですから。そうですねじゃあサイン考えますね、皆さんぜひぜひ応募していただきたいと思います。はい、ではでは、はい、最後はミュージカルの一言って書いてあるよ、あくちゃんここで歌えばいいっていうことだよね、はい、そうですねはい、じゃあ行ってみたいと思います、はい、皆さん3ヶ月という短い間でしたけどとっても楽しかったよ、そして漫画のコラボもとっても楽しかったよ、本当に本当にありがとう、井上きっこと。さようならなんて言わないさ、またいつか、あくつかなと突然お邪魔してそれなのにこんなに暖かく迎えてくれてどうもありがとうございました関智一とバン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 バババーン、わかる人にはわかる、確かに吉田翔平でした。はい、皆様また
会いましょう。今回のキーワードはドレミファソの